新しく彼女ができたんだ。俺は彼女と一緒にここに住む。だから離婚してお前は親の方に行ってくれ。あの、言っている意味がよくわからないんだけど。お前は用済みなの。のぞみさん、そういうことだから。そう言って笑う義両親と夫。どこまでも最低な奴らだ。そして私にとってはその方がありがたい。それじゃあ全員出て行ってください。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。私は今までずっと仕事一筋で生きてきた。大学を卒業後、大手企業で働き始めて約10年。私は必死で仕事をし、昇進のための資格も取得した。そのおかげで私は現在この若さで部長を務めるほどにまでなっている。いつもためになる言葉をくれる上司や、やる気に満ち溢れた優秀な部下たちにも恵まれて、私はとても仕事では充実していた。だがプライベートの方は全くだった。彼氏は学生時代にはいたことがあるが、社会人になってからは一人もできていない。そんな私のことを心配してか、友人が合コンを開いてくれた。そこで出会ったのがマサトだ。彼は優しくて笑顔が素敵で人当たりがとてもいいという印象だった。そして彼も私と同じ年齢だったので、共通の話題が多くて話していて楽しかった。私たちはすぐに打ち解けて仲良くなり、連絡先を交換してデートをするようになった。それから彼に告白をされて付き合うことに。私たちは順調に交際を進めていき、そして彼からプロポーズされて結婚することになった。大好きな彼との結婚に私は幸せいっぱいだった。そしてすぐに彼のご実家へ挨拶をしに行った。彼のご両親はとても優しくて私を快く出迎えてくれた。のぞみさん、はじめまして。こんな綺麗な人がマサトのお嫁さんに来てくれるなんて嬉しいわ。息子がいい人を連れてきてくれて鼻が高いな。ちょっと母さんも父さんもやめろよ。のぞみが恐縮しちゃってるだろ。あら、本当にそう思ってるんだから言ってもいいじゃない。そうだぞ、褒めてるんだからいいだろ。彼のご両親は彼と同じように気さくで話しやすい人で、とても好印象だった。のぞみさんは大手企業に勤めていらっしゃるのよね。いや、すごいな。仕事がバリバリできる女性ってかっこいいな。結婚したら仕事は辞めるの？いえ、続けるつもりです。そう、せっかくいい会社に入ったんだものね。その方がいいわ。私は安心した。周りの友人たちの話によると、姑から仕事を辞めるように言われたというのを聞いたことがあるからだ。夫を支えることが嫁の仕事だというふうに言われることが多いらしい。だから義母になる人が寛大でよかったと私は思った。私の両親への挨拶も無事に終わり、私たちは結婚した。これから始まる新婚生活に胸が高鳴った。最初は私が住んでいるマンションに夫が引っ越してくる形で一緒に住み始めた。大好きな夫との新婚生活はとても楽しい。家でずっと一緒にいられるのは嬉しいし、仕事から帰ってきた時に家に夫がいるというのも幸せだ。新婚生活を始めて半年が経った頃、ある日夫が相談したいことがあると言ってきた。もしよかったら父さんや母さんと一緒に住んでほしいんだ。え、同居ってこと？うん、やっぱりもうそろそろ高齢になってくるし、いろいろと心配なんだよ。そっか、確かに夫の気持ちはわかる。私の両親も夫の両親と同い年くらいだが、現在は兄夫婦が同居しているので、私は何も心配することなく日々を過ごせている。だが夫は一人っ子なので、義両親のことが気にかかるのも納得だ。同居っていうのは、お父さんたちの家に引っ越すってこと？そうなるね。
でも私たち夫婦の部屋は空いてるの。どの部屋もなんだかんだ使ってるじゃない。そのことなんだけどさ、もしのぞみがよかったら実家をリフォームして二世帯住宅にするのはどうかなって思うんだけど。え、二世帯？うん、そしたら新しく家を買うよりもだいぶ安く済むしさ、俺たちもプライベートを守られながら綺麗で広い家に住めるだろう。なるほど、確かに魅力的な提案だと思った。義両親はとても優しい人たちだし、二世帯なら常に一緒にいることにはならないからストレスも少ないだろう。うん、いいよ。本当か？ありがとう。母さんたちもすごく喜ぶよ。私は夫がとても喜んでいるのを見て嬉しくなった。そして後日義両親が我が家を訪ねてきてくれたのだが、二人ともとても感謝していた。こんな優しくて明るい家族となら、別に二世帯じゃなくてもいいかなと思ったほどだ。そしてそれからすぐに夫と義実家のリフォームについて話し合った。費用はだいたい1000万前後くらい。だが話し合いを進めている時に夫は驚きの発言をした。実はお願いがあるんだけどさ、リフォーム代なんだけど望みに支払ってもらうことはできるかな？え、全額ってこと？どうして？すると夫はとても気まずそうな顔をしている。実は父さんたち借金をしててさ。え、私はびっくりしてしまった。付き合っている時も結婚した時も夫も義両親も一言もそんなことを言っていなかったからだ。借金ってどれくらいあるの？それが1500万くらい。え、そんなに？数百万ほどかなと思っていたら、まさかの金額で私はつい大声を出してしまった。さ、最初はそうでもなかったんだよ。だけどだんだん膨らんでいって、返済しようにも親はもう年金暮らしだからさ、なかなか思うように返せずどんどん借金が膨らんでいってるんだ。そっか。私はいきなりの衝撃的な事実の暴露に驚きと動揺を隠せなかった。まさか義両親にそんな多額の借金があるなんて。のぞみ、頼みがあるんだが、父さんたちの借金を返済するのを手伝ってくれないか？え？父さんたちはもう限界なんだ。それに俺だって給料が決して高いわけじゃないし。そっか。でもそれじゃあリフォームして二世帯で住むのは厳しいんじゃないの？いや、それは大事なことだから予定通り行おう。いやいや、そんなことを言われても私にリフォーム代もお父さんたちの借金の支払いも頼んできたじゃない。私の負担2500万になってるんだけど。ありえないことを言っているのは分かってる。でも俺はのぞみとの結婚生活も幸せなものにしたいし、母さんや父さんのことも守りたいんだ。親ものぞみも愛しているからこそ欲張りのような感じになってごめん。でも本気で俺を愛してくれるならどうか協力してほしい。返済をしてくれたら俺は少しずつのぞみに返すから。私はとても悩んだ。夫も義両親も私しか頼れる人がいないようだ。そして夫が私のことを本気で愛してくれていることも分かった。この時はこの夫の言葉にすっかり騙されてしまっていた。恋は盲目というのはまさにその通りだと思う。私は、分かった、私が中心となって支払うわ、と言って了承した。すると夫は、本当にありがとう、と言い、私の手を握ってとても感謝してくれた。義両親にも伝えてくれたようで、後日義両親が家にやってきて何度も頭を下げて謝ってくれた。義母は涙まで流して喜んでくれた。これから頑張らなきゃな。私は義両親の借金を肩代わりすることになり、覚悟を決めた。だが私は貯金はあるものの、一気に支払うことはさすがに怖かった。だからとりあえず300万ほど貯金から支払って、あとは分割で支払うことに。
それからは義両親も参加して返済についての話になった。私は先ほどの分割のことについて義実家の人たちに説明した。すると義実家の人たちは支払いの仕方については私がやりやすいようにしていいと言った。そして夫はそれならのぞみが直接借金返済用の口座に振り込んでくれないかと発言。俺たちは金の管理が苦手だし、大金を振り込んだりするのはちょっと怖いからさ。夫がそのように言うと義両親もうなずいていた。確かに義両親の口座に私が振り込んで、それを義両親が返済用の口座に振り込むというのは手間がかかるし、大金だから途中で振り込まれてないとかなったら嫌だ。だからその点は了承した。話がまとまると義両親はとても安堵した様子だった。これで毎月の借金の催促に怯えなくて済むな。本当に怖かったものね。父さんも母さんもちゃんとのぞみに感謝しろよ。そうね、何度感謝しても足りないくらいだわ。本当にありがとう。のぞみさんが嫁に来てくれて本当によかったよ。いえいえ、義実家の人たちが喜んでくれたのは嬉しかったが、最後の言葉についてはなんだか金づるのように思われて嫌だなと少しだけそう思った。だが愛する夫の家族のことも大事にしたい、そう思い私は支払いを始めた。そして同時に家のリフォームを行い、二世帯住宅が完成。私たちは綺麗で広い家で同居生活をスタートさせた。義両親もとても喜んでいるし、夫も新しい家に目を輝かせていた。私もシステムキッチンになって料理が楽しくなり、確かにリフォームをしてよかったなと思った。ここからの方が会社が近いのも便利だ。通勤時間が短くなればその分時間に余裕もできる。空いた時間を有効に使って勉強をすることもできる。私は返済を頑張りながら毎日を過ごしていた。だが少し気になることがあった。それは夫が全く返済の手伝いをしてくれないことだ。義両親の借金について話してきた時、夫は俺も返済を手伝うからというようなことを言っていた。それなのに全く自分の給料からお金を出してくれる気配がない。私が前にそのことについて触れると、給料が全然足りなくて支払いが難しいということを言われた。夫に手取りがいくらなのか尋ねて給与明細を見せてほしいと頼むものの、夫は頑なに見せてくれない。だから私は夫がどれくらい稼いでいるのか知らないのだ。だがとりあえず借金の返済はしなくてはならない。私は1年ほど懸命に借金の返済をしていった。その時、私は義両親からどれくらい返済額が残っているのか聞かれた。1年だったらまあそんなに減ってないわよね。そうだよな。せいぜい100万から150万くらいの返済だろう。一応今年は300万分ほど返済をしました。なので残りはだいたい900万くらいですね。私がそう言うと義両親はものすごく驚いていた。え、そんなに返済してくれたのか。のぞみさんすごいわね。それじゃあそのペースだとあと3年くらいで返済し終えるじゃない。まあ、頑張ればそれくらいのペースでいけると思います。本当にありがとう。義両親は泣きながら喜んでくれた。こうやって夫の両親が喜んでくれるなら頑張っている甲斐もあるなと思った。だがそれから数日後、私は思いもよらない場面に出くわすことになる。私はその日、残業が決まっていたので夫には帰りが遅くなることを伝えていた。しかし、他の仕事が意外とすんなり終わり、さらには手が空いた人が多くて定時で上がれたのだ。だから普通に帰宅して夫にご飯を作ってあげようと思って急いで帰宅した。だが玄関を開けるとそこには義両親の靴が。あれ、
お母さんたち来てるんだ。何か用でもあったのかなと思い、今の方へ歩く。すると義両親と夫が何やら話しているのが聞こえてきた。あの女を嫁にして正解だったわね。マサト、でかしたぞ。あそこまで財力のある女を捕まえるなんてな。大企業で働いているって聞いて、マジで慎重になって口説いたからな。もっと感謝してくれよ。何言ってるの。あんただってあの借金を作った一人なんだからね。え、でも俺が一番少ないだろう。何言ってるの。あんた競馬でどれだけ吸ってたのよ。母さんと父さんのパチンコだってひどいもんだろ。俺はたまに一発当てたりするからな。だからプラスになっている時もあっただろ。いやいや、1500万も借金しててプラスなんてありえないわよ。でもこの調子だったらまた借金がなくなって仕切り直しができそうだな。本当に最高だわ。しかも家のリフォームまでしてくれたものね。本当にいい嫁をもらったよ。まあ借金を返済したら用済みだから捨てるけどな。そう言って笑う夫と義両親。私は呆然としてしばらく玄関から動けなかった。少し落ち着いてから私は鍵を閉める音を大きく立てて、ただいまと玄関から声を出した。そして居間に行くと、義両親と夫は笑顔で私を出迎えた。ああ、のぞみさんお帰り。お仕事お疲れ様。それじゃあ我々は部屋に戻ることにしよう。またみんなでご飯でも食べましょうね。私は先ほどの会話を聞いているので、この義両親の優しい笑顔がとても怖くなった。そして同じように笑顔を振りまいて、いい夫を演じているこの男のことも。私は今まで返済を頑張ってきたのは何だったのかとショックを受けた。今日って残業って言ってなかったっけ。ああ、なんか思いのほかサクサク仕事が進んでね。だから急いで晩ご飯作ろうと思ってそのまま定時で帰ってきたの。ふーん、そうだったんだ。夫に悟られないように晩ご飯までは頑張って平静を装った。そして夫がお風呂に入っている時、私は部屋にこもり一人で泣いた。だが思いっきり泣いたことで、夫と義両親に一泡吹かせてやりたいという思いが強くなった。それからの行動は早かった。私は離婚の準備を進め、そして離婚後のことについてもいろいろと計画を立てて進めていった。そしてそれからだいたい3ヶ月ほどが経過。私はあえて喜んでいるふりをして、夫に義両親の借金が完済したことを報告した。夫は目を丸くしている。え、完済したってあの1500万を。だってだいたい3年くらいはまだかかる予定だっただろう。実は私、貯金がかなりあるの。でも一気に返済に充てるのはちょっと怖くて、それで給料と貯金から少しずつ出すようにしてたんだ。だけどもう1000万を切ってたし、なんだかこれなら一気に支払った方がいいと思って。夫はそうなんだと言い、よかったら確認させてもらってもいい。と言って私の通帳が見たいと言った。私は夫に通帳を見せた。本当だ。900万が一気に支払われてる。夫はなるべく興奮を抑えるようにしていたが、私には夫がうずうずしているのが分かった。すごい。のぞみ、ありがとな。父さんたちも喜ぶよ。夫は顔に手を当てて泣いてるようだ。だが私にはそれはただの演技で泣いているふりだというのも分かっている。その後、すぐに義両親もやってきて私に感謝してくれた。まるで天使みたいだ。何も知らなかったら、きっと私は騙されたまま一緒になって喜んでいただろう。だが私はもうこの人たちの本性を知っている。
そして私は自分の計画の準備が整ったから行動に移しただけなのだ。それから数日後、私は夫から話があると言われた。夫はとても深刻な顔をしている。一体何？すまないのぞみ、俺と別れてくれ。え、どういうこと？私はわざと驚いた演技をした。新しく彼女ができたんだ。は。俺は彼女と一緒にここに住む。だから離婚してお前は親の方に行ってくれ。え。私は夫のまさかの発言に本当にびっくりしてしまった。借金を支払い終えると、夫が私を捨てることは以前の会話の盗み聞きで知っていた。しかし、まさか不倫を堂々と公言してくるとは思わなかった。しかも別れた私を義両親のところに行かせるってどういうこと？言っている意味がよくわからないんだけど。私がそう言うと、夫は、たく物分かりが悪いな、と機嫌が悪くなった。お前は用済みなの。だけど金づるや家政婦としてなら価値はあるから、母さんたちのとこになら置いてやってもいいって言ってんだよ。そんな。すると玄関が開き、義両親が入ってきた。マサト、ついに行ったのかい？ああ、行ってやったよ。その瞬間に立ち会いたかったな。のぞみさん、そういうことだから。私たちのために家事をやってくれるなら、私たちの家に来ていいわよ。もちろん家賃は取るけどな。そう言って笑う義両親と夫。どこまでも最低な奴らだ。そして私にとってはその方がありがたい。それじゃあ全員出て行ってください。え。私の発言に目を丸くする義実家の人たち。何言ってるんだ？あなた、忘れたの。リフォーム代の支払いも私が自分で簡単に支払えるように、家の名義を私に変えたじゃない。だからこの家の権利は私が持っているのよ。誰を住まわせて誰を追い出すかは私が決められるってわけ。私の発言に義実家の人たちの顔が青くなった。そこでやっと家の名義のことを思い出したようだ。本当におめでたいというか呆れてしまう。残念だけど、あなたたちはここにはもう住めないってわけ。離婚したら赤の他人だからね。そんな。ことの重大さに気づいた義実家の人たち。だが夫は私に負けたくなかったのか言い返してきた。でもよ、お前は俺たちの借金を肩代わりして全額支払ったんだからな。損しているのはお前の方だぜ。借金がゼロなら別に新しく住む場所くらいどうにかなるからな。確かにそうね。むしろ借金を支払っている間、いい家に住まわせてくれてありがとね。義両親と夫がそのように言ったので、私はある事実を教えてあげた。残念ですが、私、残りの900万の借金は返済してませんよ。え？いや、でも通帳から金がなくなってただろ。あれは別口座を作って移動しただけよ。だから借金は900万から変わってないわ。今まで大金を続けて支払っていたから、催促がまだ来ていないだけで、そろそろ来る頃じゃないかしら。だから残りはあなたたちが責任を持って支払わないとね。夫と義両親は顔面蒼白状態になった。そして私はとどめを刺してやった。マサト、あんたは自ら不倫をしていることを言ったんだから、慰謝料を支払いなさいよ。不倫相手にだって請求するから。そんな。彼女は俺が家を持ってて金もあるから、美人なのに付き合ってくれたんだ。慰謝料なんて請求されたら捨てられちゃうよ。そんなの知らないわよ。自業自得でしょ。のぞみさん、謝るからお願い。このまま私たちを捨てないで。夫は不倫相手から捨てられることを嘆き、義両親は私から捨てられることを嘆いている。
本当に自分勝手というか、どこまでもクズな親子だ。何を言われても私はもうあなたたちとは関わりません。この家も売りに出しました。なお、私が代わりに支払った600万分のあなたたちの借金もきっちり弁護士を通して支払ってもらいますから。そんな義実家の人たちはまさに灰になるとはこのことと言わんばかりに呆然としながら固まっていた。その後、私は弁護士を通して離婚と慰謝料を夫に要求、そして不倫相手にも慰謝料を請求した。義両親には私が支払った分の600万を請求。だが実はここだけの話、あのリフォームした義実家は2000万ほどで売れた。立地が良かったことや、ちょうど2世帯住宅を探していたご家族がいたので、いい値段で買い取ってもらえたのだ。そのため私は借金を肩代わりした600万と、リフォーム代の1000万を合わせて1600万を支払っていたが、結果的に400万、得をしたのだ。そしてさらには元夫と不倫相手から慰謝料ももらえるので、かなりプラスの状態だ。その上で元義両親から600万を少しずつ支払ってもらえることになったので、一番得しているのは私という状況になった。でも私が受けた傷は本当に人間不信になるくらいひどいものだったので、これくらいの要求は妥当だと思う。またそもそも私があれだけ貯金を持っていたことについてだが、私はなんとか義両親の借金を早く返済できるように投資の勉強を毎日欠かさずやっていた。そしてもともと貯金がかなり多くあったので数百万ほどを投資に回していた。気づけば1年ほどでかなり資産が増えた。さらに私は昇給もしたのでかなり給料が良くなっていたのだ。そういったことも重なり、私はかなりの貯蓄ができて、こういう思い切った行動ができたのだ。こうして結果的に私が一番得をして、元義実家の人たちは再び借金まみれになった上に家までも失った。だが正直言って詐欺のように私を騙していたのだから自業自得だと思う。ああいう人たちは一回地獄に落ちた方がいいのだ。でも私は今回のことを反省しつつ、もっと人を見る目を養わなければいけないな。だがこのまま資産を貯めては増やすということは続けて、老後に贅沢な生活ができるように、仕事やお金の勉強はこのまま一生懸命に続けていこうと思う。そして本当に信用できる人たちと幸せな思い出をたくさん作っていきたいと思う。